ソラナ・ミハエラ・チルステアは、ルーマニア・ブカレスト出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス21位、ダブルス35位。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス5勝を挙げている。身長176センチメートル、体重59キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 聖のサースティオアルーマニア語でカーズド A と発音される。チルステアはシュテフィグラフに憧れて4歳からテニスを始めた。2006年に16歳でプロ入り。2007年4月、当時17歳のチルステアはハンガリー・ブダペスト大会で初の女子ツアー決勝戦に進出した。2回戦で第2シードのマルチナ・ミュラー。 準々決勝で、第5シードのエレニ・ダニ・リドゥを下した後、第6シードのヒセラ・ドゥルコとの決勝戦に駒を進めた。決勝では、ドゥルコに7から6、2から6、2から6のフルセットで敗れたが、この準優勝で、世界ランキングを大幅に上昇させる。同年9月のインドネシアバリ大会では、2回戦で、第8シードのパティ・シュナイダーを下し、 第2シードのダニエラ・ハンチコバとの準決勝まで進出した。2008年、チルステアはシングルスダブルスともに大きな躍進を遂げた。5月にはモロッコフェズ大会のダブルスでアナスタシア・パブリュチェンコはと組んで優勝しツアー初優勝を果たす。シングルスでも10月のウズベキスタンタシュケント大会決勝でザビーネリシキオ2から6、6から4。 7から6のフルセットで下し、初優勝を決めた。シーズン最後の出場となったルクセンブルク大会では、ダブルスでマリーナ・エラコビッチと組んで優勝し、ダブルス2勝目を獲得した。これらの活躍により、彼女の世界ランキングは、年頭の106位から、年末には36位まで上昇した。二千九年全仏オープンにて二千九年の全仏オープンで、 ソラナ・チルステアは、ノーシードから、初のベスト8に勝ち上がった。2回戦でアリーゼ・コルネ、3回戦で、キャロライン・オズニアッキを破ると、4回戦では、第5シードのエレナ・ヤンコビッチを3から6、6から0、9から7で倒した。初進出の準々決勝では、オーストラリアのサマンサストーサーに1から6、3から6のストレートで完敗した。 2012年全豪オープンの1回戦で2011年、全米オープン優勝の地元選手、サマンサス・トーサーを7から6、6から3で破り、全豪では初めての3回戦に進出している。チルステアは、オリンピックルーマニア代表として2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪に出場している。チルステアと同じ1990年生まれの女子、 プロテニス選手には、デンマークのキャロライン・ウォズニ・アッキ、チェコのペトラ・クビトバや日本の森田・アユミなどがいる。森田とは、仲が良くダブルスを組むこともある。2011年ウィンブルドン選手権では1回戦で、第15シードの昇華用&、射宿全米組を6から4、6から4で破り3回戦まで進出した。W イコール優勝、F イコール準優勝。 sf イコールベスト4 qf イコールベスト8 r イコール回戦敗退 rr イコールラウン敗退 q イコール予選回戦敗退 lq イコール予選敗退 a イコール大会不参加 p イコール開催延期 wg イコールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。